中国外務省は香港の警察による発砲で男性が重体になったことについてボートが先に襲撃したと述べ撃たれた男性に問題があると主張しました。大家通过视频可以看得很清楚，暴徒袭警在先，警方完全是在依法处置，孰是孰非一目了然。中国外務省の報道官はどんな国でも警察官の銃を奪い命を脅かすことは容認できないと撃たれた男性を非難しました。またアメリカやイギリスがデモ隊に肩入れしているとして口先だけの正義はダブルスタンダードだと強調しました。一方で抗議活動の原因となっている政府や警察の対応については一切触れませんでした。